皆さんこんにちは。チームマッスルアップの K です。 G です。今回の動画は大胸筋と広背筋を同時に鍛えるスーパーセット法という方法でトレーニングをしていきます。本日の動画は私たちの動作を真似するだけで皆さんもトレーニングできるような内容となっていますので、ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。チャンネル登録をして通知をオンにすることですぐに動画をチェックすることができます。それでは今から腕立てを10回、その後にラットプルダウンを15回行います。腕立ては3秒間をかけてゆっくり下ろした後に一気に上に上げていきます。ではやっていきましょう。1、2、3、1、2、3、体はまっすぐ、腰は落ちないように。3、1、2、3、ポイントはゆっくり下ろして一気に上げる。1、2、3、1、2、3、あと3回です。1、2、3、1、2、3、ラスト1回。1、2、3、しっかりと胸を張りましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。レストは20秒です。腕立てがきつい方は膝をついて負荷を下げましょう。腕立ての速度に追いつかない方は動画の腕立てが終わるまでできる回数を続けましょう。ではそろそろ次のセットの準備をしましょう。はい、もう一度行います。1、2、3、1、2、3、肘が外に広がらないように気をつけましょう。体をまっすぐ意識して1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、あと3回。1、2、3、1、2、3、ラスト1回。1、2、3、すぐにラストプル。1、2、3、しっかりと胸まで引きつけます。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。レストは20秒。次でラストセットです。しんどいですがもう少し頑張りましょう。ラットプルダウンは胸を張った姿勢を維持したまま引きましょう。ではそろそろラストセットの時間です。はい、ラストセット。3、2、1、3、2、1、3、2、1。きつい方は膝をついて最後まで追い込めます。1、あと5回。3、2、1、3、2、1。しんどくても体が曲がらないように気をつけましょう。1、3、2、1、3、2、1。ラスト1回。3、2、1。腕は常に上げたまま。1、2、3、4、5。しっかりと胸の位置までタオルをつけます。7、8、9、10。あともう少しで終わりです。11、頑張りましょう。12、13、14、15。
胸ばかりを鍛えてしまうと背中が丸まり姿勢が悪くなるので、胸と背中をバランスよく鍛えましょう。